おはようテラちゃんですけれども、コメンテーターの方登場となります。郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。急遽ありがとうございます。あ、いえいえ、内藤さんいらしてよかった。いや、大丈夫です。ダミーを貪っておりましたので。いや、そうですか。叩き起こしたって感じですね。ちょうど京都もさたこだったんで。そうですか。ありがとうございます。はい。では、いろいろ、内藤陽介さんにですね、郵便学者の内藤さんにお話を聞かせていただきます。今のお伝えしておりますのが、政府が明日閣議決定する総合経済対策の全容がですね、明らかになったと。まあ、明日決めるということなんですが、この標準的な世帯の光熱費、ガソリン代の負担、来年1月から9月頃までの総額で4万5000円程度軽減することを見込むということです。で、予算規模が国費の一般会計歳出で25兆円程度、自治体や企業の支出も含めた事業規模は67兆円程度で調整をしているということなんですが、この金額聞いて、まず内藤さん、今どういうふうなこう受け止め方されますか？うん、だから、まあ、金額もそうなんですけど、とにかくだから消費税下げりゃいいじゃんと。はいはい、そうなんです。結論としてはね、結論としてはだから、とにかくその2割に対するいくらを払うとかなんとかっていうこと以前に、経済対策であればとにかくじゃあ消費税2割下げて、はい、2割ってことは要は今 10% の前の暫定金 8% ですけれども、はい、できれば 5% まで下げて、対策すればそれで広く薄くいくんじゃないんですか。なんでそれを本当に嫌がるのかと、もう毎回皆さんおっしゃってる通りだと思いますね。はい、まあ、ですからね、その政府から、まあ、今お伝えしたように総合経済対策の全容が明らかになったっていう、まあ、これはこれでね、その、まあ、努力はしてるんでしょうけども、今内藤さんご指摘の通り簡単な話が消費税の減税というのがね、もうこれさえやればっていうことなんですよね。だから消費税ってのは要するにそういうところを調節する性質でも当然あったと思うんですよね、最初の趣旨としては、はい、ですからそれやればいいし、いや、しかもね、ちょっと気になるのは、またぞろその税調の方で消費税が 10% ではいかないとかってその上げるような話が出始めたところでこんな配ると言われても、いや、それちょっと何なのという感想しか持てないんですけど、はい、まあ、このところ急にこの日に日にというと言い過ぎかもしれませんが、内藤さん、この消費税増税だとか増税という声が結構なんかよく聞かれるようになってきたんですよね、その気配とかね。いや、そうなんですよね。ですから、これもイギリスと日本は全く状況が違うんですけれども、はい、なんかそのトラスさんが減税こけたからなんか日本もやっちゃいけないみたいなこと、なんかそんな空気に持ってきたいのかなんか知りませんが、いや、とにかくいや、それはね、未来永劫減税し続けろと言ってるわけじゃなくて、はい、少なくとも今の局面では減税するしかないでしょっていう、少なくともそれが一番効果的ですよねっていう、はい、早いしっていう、でこれだけのことなんですけどね、今回のこの総合経済対策の全容というふうにお伝えしておりますけれども、これもだからいつじゃあこの、円高の方に戻っていくだとか、あとエネルギーが安くなるだとか、というのが分かりませんから、じゃあ補助いつまで続けるんだっていった時に安定的な財源が必要ですみたいな、その言葉が出てくるんですよね。結局そのこれだって増税したいから配ってるでしょっていう、いや、要は彼らにしてみれば、増税をして配る額を増やしてっていう方がいいわけじゃないですか、はい、別に配ることが仕事ですから、仕事を作ってそれでやっぱり影響力を、ね、行使したいわけですから、基本的な構造としてはね、はい、だから配るのやめちゃったら仕事がなくなるんで、そういうことなんですか。そういうことだと思うんです、はい、内藤さん、また後ほどお話聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時刻6時19分です。時刻6時32分になりました。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。円安が政府の予算編成の波乱要因になってきたというニュースがあります。今年度の外国製の防衛装備品などに対する外貨建ての支払い、当初の想定から円換算で1574億円上振れしました。差額を埋める補填金が枯渇して第二次補正予算案で追加する方向です。円安、エネルギーなどの物価高にも拍車をかけ、歳出の圧力が強まっています。
去年末にですね予算を組んだこの時点で1ドル108円の想定だったんですけれども、円相場3月にそれまでの115円前後から円安に振れ始めまして、108円から乖離しています。まあ、現在いくらかと言いますと1ドル146円36銭あたりで推移していると。そのため各省庁がですね確保した円建ての予算、これでは国際機関などに約束した金額の外貨を支払えないと言います。まあ、円安が政府の予算編成にも影響を及ぼしているということのようなんですが、内藤さん、これ今お聞きになっていかがですか？いや、もちろんね、そのまあ円安で輸入する貿易関係費なんかが増えるのはこれ仕方がないことで、はい、まあ、本当に急激になりましたからね、増える額も大変なのも分かるし、省庁ごとに割り当てられた補填金が枯渇したって、まあそうでしょう。はい、でも、外為特会あるんじゃないの？はい、そうなんですよね。だから、それ柔軟に運用すれば、いいわけで、それは例えば法律上制約があるって言うんだったら、はい、それこそね、ここまでその急激な変動っていうのは、まあ歴史的なことですから、それこそ国会開いて、そういった法規制があるんであれば、それは解消すればいいだけのことじゃないですか。はい。まずはそこでしょうね。だってあることはあるんだもん。あるとこにはあるんだもん。そうですね。外為特会というね、外国為替特別会計というのがありますからね。で、円相場今月32年ぶりとなる1ドル150円台をつけました。政府日銀は過度な変動を止めるためのこの円買いドル売りの為替介入を繰り返しますが、現在も140円台後半の安値圏で推移しています。10月から12月の海外への支払い、円建てでさらに膨らむ可能性があります。また円安は資源高や海外のインフレと相まって輸入価格を押し上げて国内の物価高に拍車をかけることになります。今後も円安による歳出の圧力というのは続きそうですけれども、この政府日銀による為替介入の動き、内藤さん、これはどうご覧になりますか？いや、ですから、この、まあ、為替介入自体が、その円相場をね、まあ、上げる、円高に少し戻すっていうのも、本当は次元的なもので持ちませんから、いや、それこそその予算を、さっき足りないところに補填するなりするしかないじゃないですか。はい、何やってんだって感じですよ。円安になった分を補填するというやり方だってあるわけですものね。そうですね。基本的にやっぱりマーケットに任せるしか、やっぱ為替は自由市場ですから、はい、もちろんね、激変、これだけ急激になったことに対しては、別途対応しなきゃいけないんですけれども、はい、やっぱりマーケットをコントロールできるはずはないので、まあ、もちろんね、短期的になんかやるとしても、やっぱりその補填するっていうので、少なくともその余った資金はそっちに回すっていうのが筋じゃないですか？はい。また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。国連の気候変動枠組み条約事務局が各国が温室効果ガスの排出削減目標を達成した場合でも今世紀末までに気温が産業革命前よりおよそ 2.5 度上昇する恐れがあるという報告書を公表しました。温暖化対策の国際的枠組みパリ協定で各国は世界の平均気温の上昇幅を2度を十分に下回り 1.5 度に抑える努力をするとしていますが、実現にはさらなる排出削減が必要なことが分かりました。各国はパリ協定に基づいて2030年の温室効果ガス排出削減目標などを事務局に提出しています。30年時点の温室効果ガス排出量は各国が排出削減目標を達成した場合2010年に比べて 10.6% 増えます。この気温の上昇をですね2度に抑えるには 25% 減、 1.5 度に抑えるには 45% 減が目標とされていて全く届かない計算だと言います。今世紀末までに気温が産業革命前よりおよそ 2.5 度上昇するという恐れ、まあ、こういうこの数字が出てきましたけれども、これを気になって内藤さん、いかがでしょうか？ですから基準の時期をその産業革命前に置くっていうのがどうなのって感じですよね。はい、要はこの地球の話になってくると、数億年単位で考える人たちがいるわけじゃないですか。で、その人たちから言わせると、むしろこれから
に、地球の気温下がってくっていう、はい。ことさえ言われてるわけですよね。で、まあもちろんね、昨今の、その、まあ台風、まあ暴風みたいなのが増えてきたりってこういう影響は当然あると思うので、はい。削減を目指すことはいいと思うんですが、あんまりここでですね、恐怖を煽ってですね、やっぱり経済を冷え込ませるようなことっていうのは、それはやっぱり本末転倒じゃないのって気がしますけどね、無理しちゃダメですよ。まあだって今、ヨーロッパなんてそれどころじゃないはずですからね。いや、それどころじゃないですよ。ね。本当に。だってこの冬どうやってしのぐかってことでしょ。そうです。やっぱりですから、ね、よくですね、将来のためにとかっていう人いますけれども、はい、将来のために言う前に、まず今生きてる人間がちゃんと生活できなきゃどうしようもないわけですよ。はい。だから、じゃあ例えば CO2 を抑えるというふうにしても、あんまり無理な設定はやめることですね、そのイデオロギーに引っ張られた形では。はい。まあね、この研究は進めてもいいかとは思いますけれどもね、まずは私たちの生活ですからね。いや、そうですよ。それで、ですから、例えば、その、まあ、石油とか化石燃料はいけないって言いますけども、はい、何度も言うように、だとしたら、例えば日本のね、石炭火力なんていうのをどんどん輸出すればいいんですよ。はい。で、あれがやっぱり CO2、だって炭素が悪いわけじゃなくて CO2 減らすって、まあ、今回も CO2 減らすってことですけれども、はい、だとしたら、例えば既存のその技術改良なんかってことを進めればいいんで、無理やり何でもかんでも減らすんだ。で、しかも、その背景には、全部が全部とは言いませんけれども、排出権取引のような形で巨額のこれビジネス化しちゃってるわけですよね。そうですね。で、例えばそのフィゲーレスなんて、かつて小泉進次郎の隣にいたおばちゃん、まあ女性ですけれども、はい、あの人なんか、排出権取引でボロ儲けして大富豪ですからね。だからそういう人たちが、やっぱり利権でやってるところは少なからずあるので、やっぱり環境問題って必ずしも純粋な話ではないんで、あんまり引きずられないことですよ。お付き合い程度にしないと痛い目に遭いますから。はい。さあ、それではここからはですね、内藤さんにこのテーマで話を聞きます。消費税上げ、議論を。政府税制調査会が消費税や自動車税について議論しました。参加した複数の委員から国の財源確保に向けて中長期的な視点で消費税率を現在の 10% から引き上げる議論をすべきという意見が相次いでいます。会合では少子高齢化により増え続ける社会保障費の財源確保に向けて消費税のこの重要性がさらに増していくことが示されました。委員からは未来永劫日本が消費税率を 10% のままで財政が持つとはとても思えない、議論を遅滞なく行えるようスタンバイが必要だと、消費税を住民の負担感覚なく引き上げていくことが重要、まあ、こういった意見が複数見られたといいます。消費税率を現在の 10% から引き上げる議論をすべきという、まあ、こういう意見なんですが、これは内藤さんどう受け止めてますか。いや、ほらほら出てきたぞって感じ。そうですね。やっぱり衣の下の鎧がじゃないですけれども、基本的にやっぱり増税したくてしょうがない人たちですから、はい、だからとにかく何度も前にも申している通り、何でもそうですけれども、結局景気が上向き、経済が上向きになってくると、はい、すぐ増税してそれ冷ましちゃうと、それが 5% から 8%、8% から 10% の時、それで失敗した経験があるわけですよね。だからとにかく、今むしろこの局面では減税をするんだと、はい、でそれによって活動を活発にして税収全体をそれで上げるんだということだと思いますから、とにかくやっぱり人たちには、いや、まあ、こういう言い方するとね、また怒る人いるかもしれませんが、鶏でも豚でもね、お肉は太らせてから食わないとダメでしょ、はい、稚魚のうちに魚取っちゃダメでしょ、だからやっぱり経済ある程度大きくしてからじゃないとダメなんで、はい、そうすれば逆に税収が増えればですね、まあ、社会保障費もね、ある程度効率化する必要があるとは思いますけれども、やっぱり税収全体が増えれば賄えるわけですよ。はい、防衛費にしたって内藤さんがですね、おっしゃったように、まずこの 5% に上げたのが1997年、まあ、そもそも消費税導入されたのが1989年竹下政権の時で、はい、平成元年ですよね、はい、まあ、その時には景気はなんとか持ちこたえたようなんですが、その後ですよね、1997年の、橋流さんの時、橋本龍太郎政権で 5% に引き下げられた時に景気冷えたんですよね、はい。そうですね。ですから橋本さんはやっぱりそれを非常に最後亡くなる時も後悔して亡くなられたわけですよ。はい。で、要するに税金をいじる、税率いじるっていうのは結果的に税収が増えればいいわけでしょ。そうです。要するに、はい、
これもだから、それこそ今、外務大臣やってる、林何がしという人が、あの人はダメなのは、いや、そんなことやったらいつ、消費税率上げられるんだみたいなこと言ったんだけど、いや、そうじゃないでしょ、はい、税収上げるのに、一番その最適値はいくらなんですかと、はい、いうことを考えなきゃいけないんで、全くだからこの辺で税収上げ、税率上げることばっかり言ってるっていうことは、いや、要はこの人たち、この委員の人たちってのは、それで財務省に対する忠誠競争をしてるわけですよ。そういうことなんですね。でそれで自分の関係のところに予算つけてもらいたいって、もう下心見え見えじゃないですか。そのためには国民を犠牲にして食い物にしても構わないっていう、とんでもない連中ですよ。はい。で、この、まあ、例えば 8% だ 10% だ上げるときには、いやいやいや、社会保障費が、みたいなことを言ってましたけどもね、蓋開けてみたらそこには使われてなかったみたいな、ね、まあ、全部とは言いませんけども。全部だ、だけど、色ついてないわけですから、はい、特定財源になってるわけじゃないですから、それはもともと無理な話ですよね。だから、消費税のその上げる議論っていうのに対して、これ常に言ってることですけれども、例えばこれはその、まず消費税を導入して 3% 導入した時の、目的というのが、これが直間比率の見直しと税制の簡素化だったわけでしょ、でその目的がどれだけ、達せられたのかと、でそれに伴うその影響はどうだったのかっていう、そのまあ、業績評価ですよね、はい。事業評価が全然なされてないまま、今度は地方税収よということで、1% 乗っけて、さらに 5% にしちゃったと。はい。じゃあ、その成果はどうだったのっていうのもないまま、8になり、10になりっていうことですから、はい、しかも、それもなんか、その野田さんがなんか、いや、野田さん、演説はね、確かにいい演説なさいましたけれども、あの人がやっぱりその主導して、民主党時代に、10% にする道筋作っちゃったわけじゃないですか。はい。そうでしたね。だから、上げたときに、その結果についてのですね、少なくともその成果があったと、うん、で、その目的をどれだけ達したのかと、はい、で結局、上げたことによって、消費税上げたことによって、景気が落ち込んで、結果的にその税収全体がまあ減ったということが多いわけですよね。で、逆に、この間、そのコロナ禍でその税収が最高になりましたって、バカか、お前は。はい。そういうこと言ったら、納税者の神経は逆なでするんじゃないかっていうことをですね、なんでそういう発想がないのかっていうのは、本当にもう腹立たしいとしか言わないですね。はい、また政府の税制調査会、電気自動車の本格普及を見据えた自動車税制の見直しに着手しました。燃料性能の向上などでガソリン税の減収が続くために道路の維持費を賄う代替財源の確保に向け、走行距離に応じた課税などを検討するとしています。現在車買うときに課税するほか、持ち主に対して年1回や車検のたびに課税しています。また燃料のガソリンにはガソリン税、軽油には軽油引き取り税がかかっています。でこうした中、ガソリン車の 燃費の性能が向上して、燃費を使わない電気自動車、ハイブリッド車、これが広がっていると。自動車燃料関係の税収、環境性能の高い電気自動車などに対する減税措置の導入を主因に、過去15年間でおよそ 1.7 兆円減少しているといいます。まあ、今後電気自動車カーシェアリングの普及によって、車の排気量ですとか所有を基準に課税している現行制度のままでは、さらなる減収が想定されると。まあ、こうした状況を踏まえて、ある委員からは、走行距離に応じて課税も考える必要がある、まあ、こういう主張もあったということなんですが、こういう車をめぐる課税も話し合われてるんですね。いやだってもう今だって車なんてむちゃくちゃ税金取られまくってますよ。はい。で、それは例えばそのツイッターなんかで自動車減税会っていう会があって、ええ、で、それで自動車がいかにやっぱ取られすぎてるかということを訴える運動がもう始まってますけれども、ええ、とにかく自動車をめぐる、いや、減収がって、お前今まで取りすぎだろって。あねえ。で、しかもですよ、ええ、しかも、これ税金ではないですけれども、強制保険の方はですね、はい、これ徴収されてるものを、これ、言ってみればその財務省つまみ食いして返してないじゃないですか。はあ、はあ、ええ、そんなだったらまずそれをちゃんと返しなさいよと。ええ、要するに別に使っちゃって、はい、いわゆる口語表現で言えば仮パクしちゃったわけですよね。はあ、はあ、ええ、
流用して使っちゃって、それをじゃあ戻したのかっていうと、結局ユーザーのためには戻ってないわけですよ。はい、だからそんな形で自動車だったら言うこと聞かない、誰も文句言わないだろうって言ってですね、食い物にしてきたの今まで、さすがにちょっといい加減にしろよですよね。でこれで車が離れとかなんとかって言ってますけど、いやみんな持てなくなっちゃってるだけですよ。そうかそうか、そういうことですね。まあ景気も含めてね、あとはだから道路の維持管理にかかる費用を、まあ、今後負担どうするのかっていうところはあるんですかね、これね。まあもちろんそれはあるでしょうけどね、やっぱり道路のインフラの整備ってことは必要なんですけれども、はい、でも逆に言うとそれは配分の問題ですから、はあ、だからこれが必要だから、上げるんだじゃなくってですね、当然その不要になったその質ってこれいくらでもあるわけでしょ、だっていわゆる業格、まあ、それを整理するのが目的だったわけじゃないですか。はい、そういうこと、ね、だから例えば何でもそう、さっきの円安でね、はい、ってなれば、はい、あ時間ですか、はい、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。日経新聞からです。ドイツのリントナー財務大臣が日経新聞に対してロシアからのエネルギーの輸入の全廃を目指す考えを明らかにしました。エネルギー源の多様化を急いでできるだけ早く完全にロシア産ガスから自立すべきだと語りました。燃料高などのリスクを抱えても対ロシアで厳しい姿勢を貫くことを鮮明にしています。ロシア産ガスについて段階的に削減し、輸入をすべてなくしたいと明言をしました。そして、LNG ですね、液化天然ガスをこの貯めるための浮体式浮くこのやり方、浮体式ターミナルや、再生可能エネルギー、ヨーロッパでのガスの採掘など代替策を列挙しました。さまざまなエネルギー源の調達に動くことで、このロシアからの圧力に屈しないということを明確にすると、まあ、こういうふうに強調したといいます。冬場のエネルギー需要の高まり、これに備えるためにですね、ドイツ政府年末予定していた脱原発の先送り、これも決定済みだといいます。まあ、これについて危機だから長く使うと説明、ただし新しい増設は議会の理解が得られないとして、脱原発の方針は堅持する考えは示しています。まあ、ドイツのこの動きというか発言ですけれども、内藤さんこれどうお感じでしょうか。いや、 やっぱり背に腹は変えられませんから、はい、でやっぱりロシアからね、どうしてもガス石油を買わざるを得ないってことは結局彼らを助けることになるんで、はい、少なくともその現状のままその、ね、プーチン体制でその、戦争が続くんであれば、やっぱりそれは輸入をなくす方向に持ってかざるを得ないわけですよ。はい、だからそしたらやっぱりそれを穴埋めるのは、まあ、将来的にはともかく当面やっぱり石油天然ガスを確保しなきゃいけないですから、やっぱりこれも非常時なんで、今までみたいな例えば脱炭素とか、はい、脱原発はもう言ってられないという話ですよね。少なくともそれはその危機の間はそれはストップするんだというふうな形にしないと、はい、でやっぱりそれは地中海かなんか今天然ガスは盛んに採掘されてますよね、はい、ですからそれなんかうまく活用するってことはやっぱり考えてもいいんじゃないですかね。そうですね、もうですからロシア以外のところからもうね、買えるところはもうどんどん買っていくっていう、こういう方針に転換したってことですね。そうです、ですから、例えばそれこそもう変な話ですけれども、イランの核合意っていうのはやっぱり今後焦点になってくると思いますね。イランが今ちょっとはい、ロシアにドローン売ってる疑惑なんかもありますけれども、まあ、多分それをやめさせる、まあ、イランに言わせればですね、はい、原油売れないからロシアにそのドローン売ってんだって話なんでしょうけど、だったらドローンを売らせないために原油をやっぱり買うというためにある程度その譲歩せざるを得ないということで、逆にイランの側はそれ足元見てその高めの球投げてきてる面はあるとは思うんですが、はい、まあでもとにかくやっぱり今ロシアをね、とにかく締め上げることが最優先ですから、あ、はい、まあ、だからこれまではね、その経済の結びつきがあれば、まあ、こういう有事にはなりにくいんじゃないかみたいなこの考えが、まあ、ありましたけど、そうですね、ありましたけど、でもそれは逆に経済の結びつきがあれば、はい、平和になるかというと、そうならないことは、はい、中国見てて明らかじゃないですか。そうですね、
まあ、ですからね、この前のそうなってくると、この前のね、その中国共産党大会で習近平、この体制が、まあ、部下をみんな固めたっていうね、チャイナセブンに、ね、まあ、1人除いてって正確にはそうなりますけれども、まあ、ですからこれ日本だって、そのより緊張感を持って一日も早くこの対処していかなきゃいけないっていう時に差し掛かってますね。いや、そうだと思いますよ本当。だから、やっぱ危ないですから、で、変なし、それが機運に終わればね、はい、いいわけで、本当に最悪の場合なんか年内にアクションを起こしかねないというふうにも言われてる、なんかね、そういうふうに言われ始めましたね、まあ、年末から来年ぐらいにかけてみたいなね。そうですよね、年末から来年にかけて、ちょうどそのやっぱり米軍が隙間になる時を狙って、はい、僕が準備が整えないうちに何かアクションを起こすんじゃないかという、まあ、これがね、急に終われば笑い話で済むんですが、はい、やっぱりそのことも含めて、ちょっとやっぱりもうとにかく今年の2月以降、はい、フェーズが全部変わっちゃったという頭の切り替えは必要だと思いますね。はい、まあ、そのドイツなんですけれども、ドイツはガスの貯蔵を増やして、ノルウェーやオランダから一段と供給が受けることができたというふうにしておりまして、この冬は越せそうだということなんですが、うん、まあでもその先ですよね、どうしていくのかということですから、例えばそのスペインとかフランスを経由して、そのヨーロッパの他の地域に広がるこのガスパイプライン、この建設、こういったもの、これも利用していくんでしょうね、きっとね。まあ、そうなるでしょうね。ですから、まあパイプラインの建設もありますし、はい、あとやっぱり日本もですね、やっぱりこの際原発を安全なものは再稼働してですね、日本が買ってる天然ガスをある程度、はい、回すと。あ、はい、で、例えばその時に日本から売ったっていいんですよ、転売という形で乗っけりゃいいんですよ、はい、あ、そういう策もあるということですね。まあ、あんまりアコギなことやると切られるでしょうけど。そうですね、はい、間もなく7時です。今朝のコメンテーター、郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。毎日新聞からです。矢野経済研究所が昨日発表した2021年度の国内オタク市場に関する調査によりますと、主力14分野のうち10の市場で前の年度の水準を上回りました。こだわりのあるものやサービスには投資を惜しまないオタク市場の底堅さを示す結果となりました。矢野経済研究所によると、オタク市場とは聖地の秋葉原を中心に人気を呼んでいるコンテンツやサービス、商品群のことです。新しい市場が創出されていることに着目し、15年ほど前から調査を続けています。21年度の調査は6月から9月に行われました。21年度の調査によりますと、特に新型コロナウイルス感染拡大の影響による巣ごもり需要でプラモデルの販売が好調。前の年度の市場規模383億円から415億円に増加しました。フィギュア、鉄道模型、トイガン、模型の銃ですね、など自宅で趣味として楽しむホビー関連も好調だったといいます。一方、サバイバルゲーム、プロレスなどの市場は縮小。コスプレ衣装、メイドカフェなどは前の年度から大幅に回復してプラスに転じたものの、コロナ禍前の水準には戻らなかったといいます。プロレス市場も縮小ということのようなんですけれどもね、このオタク市場、いや、こういう内藤さん調べ方があるんですね。なんかあるんですね。まあ、オタク市場のなんか項目の取り方がどうなのかと思いますけどね。はい、っていうのは、あくまでもこれなんか一応秋葉原を中心に人気を呼んでいるコンテンツやサービスをオタクという定義をしている、はい、ということなんですが、ただ明らかにその性格の違うものがいくつか入ってるじゃないですか、今こちら伺った限りでも。そうですね、例えばフィギュア、鉄道模型、はい、模型銃っていうのは、これコレクション関係の趣味と、はい、例えばサバイバルゲーム、プロレスっていうのは何ていうのかな、参加しに行くとか、その外に出て行ってという話じゃないですか。そうですね、外に出る。で、その参加、これ多分やっぱりそのコロナでも違うと思うんですよ。はい、で、例えば巣ごもりで儲けたっていうと、このオタク市場とちょっと違うんですけれども、思い出すのがギターのメーカー、アメリカのギターの有名なメーカーでフェンダーってありますけれども、確かフェンダーがですね、コロナ期に史上最高益出してるんですよ。
やっぱりみんな大人になって、まあ、この高校生ぐらいの頃憧れて買えなかった楽器が買えるようになって、じゃあこの際買ってみるかっていう人が多かったらしいんですよ。それで練習しようかってことですね。で弾いてみようか、家にもいるし練習する時間もあるし、で場合によっては YouTube なんかにちょろっと自分で上げてみて楽しんでもっていう形に弾いてみたなんてありますから、そういう需要が非常に多かったらしいんですよね、はい、例えばコスプレ衣装なんかだと多分そういった形の衣装を作る方はもちろんそういうイベントに参加して撮影してっていう楽しみ方もあるんでしょうけど、例えばコスプレなんかしたら YouTube で ね、 YouTube でね自分でその動画近所で撮って、あるいは実質で撮って配信ってことも可能ですから、やっぱり一概にオタクといってもいろんな形の、ね、活動があるわけで、あとまあやはりこの YouTube の存在でね、そうですよね、外に出なくても表現は全世界に行ってしまえばできるわけですもの ね、 ね、やっぱりオタクと言われてる人たちで集めて自分でというパターンと、はい、その成果をやっぱ発表して見てもらいたいと大きく分かれてあると思うんですよね、はい、でそのやっぱり発表したい方々にとってはやっぱり発表の場が飛躍的にネット環境が変わって増えたということはやっぱ大きいんじゃないでしょうかね。まあ、今YouTube というねこの、まあ、媒体を通していろいろ広まってるってお話も聞きましたけれども、郵便、まあ、例えば切手なんかの、はい、切手 YouTube とかもあるんですか。ね、ないことはないんですけど、それ言ったらお前がやると言ってこれですから。なかなか私の方が余裕がなくてできないんですけど、まあ、ないことはないんですけれども、なかなかまだまだコンテンツ的には弱いですよね、頑張って作ります、はい、いや そうなったらね、切手ファンなんかはわこういうのあるんだとかね、ただね、コレクター、まあ、コレクターの分野によって違うんですけど、切手のコレクターの方ってのは往々にして切手で自分の好きな切手しか買わないんですよ、はあはあ、他になかなか関心が向かない。好きな切手っていうのは例えば、人だとかあと物だとか何か写ってるものですか。いや、それ場合によりきです、例えばある国の切手だったり、ある年代の切手だったり、あるいはその例えば犬とか猫とかそういうテーマごとに集めたり、はい、あるいは出た切手全部買っていく人がいたり、いろんな買い方があるんで一概にどうとは言えないんですが、ただ、結局切手切手のコレクターの方ってのは本当切手ピューリタンみたいな形でですね、着替え室で買っちゃう人が結構多いもんですから、そういう意味ではこういうコロナなんかでも不況でもあるで強い面もあるんですが、ただですね不思議なことにオークションなんかの動き見てると、株価と比較的連動してるんですよね。切手が株価と連動してるんですか。切手のその、まあ、オークションに出てくるその落札値っていうのは株価と連動してて、だからおそらく自分の小遣いだけだと難しいんで、株をやってその利益で切手買ってるというコレクターの方が多いんじゃないかと思うんですよ。ですから多分これアンティークだとか、コインなんかも多分そういう傾向もしかしたらあるんじゃないかなというふうに見てるんですが、はい、あそうですか。不思議にこれ連動してるんで、多分皆さん株とかやって、それで上がりが出たら切って買っちゃうっていう、自分の欲しいものをねちょっと今まで手が出なかったって届かなかったところの切手なんかを買うってことなんですね。はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ今度はこちら。産経新聞、光熱費 4.5 万円軽減。政府が明日閣議決定する総合経済対策の全容、昨日明らかとなりました。対策の柱となる電気料金の負担緩和策、来年1月から家庭の負担をおよそ2割軽減するといいます。ガソリン価格を抑える補助金を来年まで継続し、標準的な世帯の光熱費ガソリン代の負担、これを来年1月から9月頃までの総額で4万5千円程度軽減することを見込みます。予算規模は国費の一般会計歳出で25兆円程度、自治体や企業の支出も含めた事業規模は67兆円程度で調整しているといいます。こういう負担緩和策が出てきました。ただ与党内には増額を求める声があり、明日の閣議決定までに上積みされる可能性があります。経済対策分の追加歳出を計上する令和4年度第2次補正予算案、臨時国会に提
提出し、年内の成立を目指します。予算の上積みということなんですね。まあ、こうなってくると内藤さん、また財源があって出てくるんでしょうね。うん、だからその発想転換しないと、はい、やっぱり補助金を出して抑えるというのは、はい、やっぱり限界に来てるわけでしょ。あ、はい、だから補助金を出すんじゃなくて、税金を取って財源のために増税をして補助金をまくんじゃなくて、最初から取らないと、はい、で電気に関しては例えばあの再エネ賦課金だとかですね、わけわかんないもんいっぱいくっついてるじゃないですか、はい、あれを一回取っ払うと、で、まあ、別に再エネを将来的にやるために研究を進めるのはこれ結構なことですけれども、はい、あのこの今の現状そんなこと言ってらんないですから、はい、とにかく余計なものを取っ払ってスリムにして、まず本体を安くすると、はい、でそれからやっぱりその補助金分を、それはもう例えば一つは一番簡単なのは消費税の減税ですよ。そうですね。でその他にいろんな形でその減税をする形で、で追加は出さない、はい、その代わり最初から取らないで、あの出さない代わりに最初から取らないっていう、はい、そういうふうに転換しないとダメですよね。まあでもね、先ほどもお伝えしましたけれども、何か消費税増税、まあ今すぐというわけじゃないんでしょうけども、ゆくゆくは 10% じゃ足りないでしょうみたいな声がね上がってるっていう。だからそういうこと、声が出ちゃうから、はい、結局給料を上げられないんですよ。要するに固定費上げられないし、長期的な投資もできないわけでしょ。はい、だからやっぱりそれは安定的にその収益が上がっていくんだと。でも上がっても税金で取られちゃうよねとなったら、それは結局インフレで物が上がって、それ最終的に給与に転嫁して給与も上げていかなきゃいけないんですけれども、やっぱり給与上げられないじゃないですか。はい、何やってんだって話ですよね。そうですね、これね、まあ、ですから表面的には何かね、あ、安くなるんだと、2割くらい安くなるんだと、まあ、それは老後ではもちろんあるんですけれども、このもうちょっとこの深く考えた時には、これでいいのかっていう部分が全くもって考えられてない感じがしますものね。いや、やっぱり構造的にとにかく減税だけは絶対に嫌だという強い意志を感じますよね。そうですね、そこを避けるためにあの手この手みたいなね、だからストレートにやるのが結果的に一番いいと思うんですけどね。結果的にその方が少なくとも今の局面だと税収も増えると思いますし、はい、まあ、内藤さんもね、あの以前からおっしゃってますが、とにかくそのまず景気を良くすれば自然に税収だって上がってくるんだからということですよね。だから富国強兵ってのは最初に国を豊かにしなきゃいけないんで、はい、もっと分かりやすく言えば、何度も言ってますけども、はい、やっぱりお肉を食べたければ太らせてから締、はい、めないと、あーはー、肉を取らないと、あるいは魚だって稚魚のうち取っちゃダメですよ、うん、そうですね。またちょっと良くなりかけたところでね、また冷ましちゃうというか、なんていうか、そうそうそう、まあ、取っちゃうというかね、そういう状況にまたなるのかという、まあ、過去先ほどね、消費税この上げた時 5% 8% 10% の時がまさにそうだったってことですもんね。はい、はい、続いてはこちら、産経新聞、スナク政権、外務大臣、国防大臣続投。おととい就任したイギリスのスナク首相、主要閣僚を発表し、昨日初閣議を開きました。市場の混乱を招いたトラス前政権の大型減税策を撤回したハント財務大臣を留任させ、経済安定化へ舵を取る方針を強調しました。で、外務大臣や国防大臣の続投も決め、前政権の対ロシア強硬路線を継承する姿勢、これは明確にしました。スナク首相、昨日与党保守党党首としてイギリスの下院での初討論に臨み、経済の安定と信頼を回復すると表明しました。市場の安定化、ウクライナ侵攻の影響で生じた物価高騰の抑制に優先的に取り組む姿勢というのを示しました。財務大臣として再任されたハント氏は、トラス前政権下で財源不足に不安により通貨ポンドが過去最安値をつけるなど、市場が混乱する契機となった大型減税策のほぼすべてを撤回すると表明し、市場の沈静化に努めました。そしてウクライナ危機への対応が急務となる中、国防大臣には陸軍経験が豊富でウクライナへの軍事支援に奔走したウォレス氏が留任。外務大臣にはトラス前政権で対ロシア追加制裁を主導したクレバリー氏を再任しました。まあ、国防外交、そしてこの財務大臣というこのあたり、留任ということなんですけれども、これは内藤さん、これはどうご覧になりますか？まあ、一応国防大臣、外務大臣が、
まあ、きちんとしたったら変ですけれども、従来の路線を維持してくださるような方なので、はい、これはいいんでしょうが、ただやっぱり気になるのは、このハント財務大臣ですよね。はい。この方は、どちらか、まあ、超緊縮派の方で、まあ、今のイギリスの局面っていうのは、これ日本と逆で、はい、インフレを抑えるという意味で、緊縮を取らなきゃいけないというところがあると思うんですが、ただ、この方は緊縮の一環として国防費も減らせというふうにずっと言ってきた人ですよね。はあ。で、なおかつ奥様が、中華系の方なんですよ。はい。で、ただその中華系の方だというだけで、そういう人種的な動向ではないんですが、ただ、非常にその、中国寄りの姿勢が明確な方だというふうに言われてるんで、はい、その文脈で国防費を減らせということになってくると、まあ、ウクライナの方面が減らせないとなるとですね、当然そのアジア太平方向でイギリスを巻き込んでって言ってた話が、ちょっとダメージが出てくると嫌だなという印象を持ってますね。まあ、考えてみればトラス前首相はこの対中国に関しては結構強硬にね対峙するという考え方でしたものね。ええ、ですからそれとどちらかというとその面も含めて逆だということになってくると、これやっぱりそういう意味でもそのまあイギリスがやっぱりちょっと当てにならなくなってくれば、はい、対中問題ではやっぱり日本がやっぱり前面に立ってですね、やっぱりもっとちょっと積極的にやっていかなきゃいけないんだよねっていう話ですよね。はい。続いてはこちら、日本経済新聞、習氏中正2つの用語明記。中国国営の通信社は中国共産党の憲法とされる党の規約の全文公開しました。習氏を中心とする党中央の権威を守る2つの用語を明記しています。この2つの用語、党員の習氏への忠誠、これを事実上義務付ける内容。党の規約は党内の最高法規で、違反者は取り締まりの対象になり得ると。習氏の考え、あと指示に異を唱えた場合には処分の対象になる可能性があるといいます。習近平政権のこの3期目がスタートしたわけなんですが、まあ、今の聞いただけでも国内で締め付け強まりそうだなという感じがします。で、習近平氏をこの中心とする党中央の権威を守る2つの用語、これを明記したということなんですが、内藤さん、これはどう感じでしょうか。はい、やはり締め付けは厳しくなるでしょうね。これよくネット上でその、まあ、いろいろ出てる話としては、はい、まあ、非常に不可解な形でその党大会の閉幕式で退席をさせられた、胡錦涛前国家主席。主席。はい、で、胡錦涛さんと温家宝さんの時代ってのは、もちろんそれは中国共産党の一党独裁体制ですから、はい、限界はあるにしても、ただ、少なくとも今よりは、これ確か安田新保さんが言っておられたと思うんですが、今よりは割とその自由な感じがあったと。はい、つまりその中共の党をその直接ストレートに批判するんでなければ、地方の問題、腐敗だとか、はい、あるいはその調査報道もある程度出てきたと。それがやっぱり現在習近平になってから相当、特に2019年以降、非常に締め付けがきつくなって、空気がやっぱりその辛くなってきたよねということを、まあ、レポートしておられるんですよね。はい、ですからそういったところでこれがやっぱりちょっとやっぱり暗くなるだろうなと。ただ、一つの考え方として、今回習近平側近でほぼ固めちゃって、はい、次世代のホープとされる胡春華さんですか。はい、彼が外れたということを言われてるんですが、これ考えようによってはですね、これでそのこけたら全部失敗を習近平に押し付けちゃう。はあはあ。とにかくその習近平にある程度その、まあ、集中させる一方で、ただ共産党というのはこれ巨大な組織ですから、習近平が必ずしも全部本当にその、創業者の毛沢東と違ってコントロールしきれてるわけではないわけですよね。そうするといざとなったらこれはダメになったら習近平とその周辺に全部責任を押し付けて追っかぶせちゃうんで、はい、その意味で胡春華あたりはまだ5年後でも60代半ばですから、若いんで温存したんじゃないかという見方をしておられる方もあって、だからちょっとこれ習近平、まあ、一応安定はしてますけれども、はい、果たしてそのね、経済的なことも含めて成果出せなきゃ、逆に言うと独裁ってことは彼に全部責任引っかかってくることになりますから。はい。と、もう一人外れた李克強氏もいますけれども、それも同じような感じなんですかね。どうなんですか、李克強さんの場合はまあ、またちょっと、違うんです、力が強すぎちゃって、ああ、そういうこと、ね。純粋に排除したということなのかもしれませんが。まあでも、この胡錦涛前国家主席が途中退席、まあ、するというか、させられるというか、いろんな見方があるんですけども、内藤さん、これね、まあ一応中国は体調が悪くなってスタッフ
が休ませたみたいなこと言ってますけども、まあ、その他のところではもうその内容が故前主席の想定と一致してなかったで、その、まあ、習主席の権威を示すためにわざとやったっていうようなそういう見方もあるようですかね。いやだってその仮に、ね、体調が悪くても、はい、ああいう形で晒し物のような形で出さないですよ、はい、はい、でそれで本当に悪ければその後本当に然るべき例えば医師の診断書とともにね、発表すればいいだけで、それやらないってことは、はい、やっぱりその直接のきっかけはともかく、やっぱり自分に歯向かうものは許さないという印象、そういう印象を与えたわけですよね。確かにそうですね。はい、でまた台湾独立に断固として反対し抑え込むという文言、これも盛り込んだといいます。台湾統一に強い意欲を示しています。党規約には世界一流の軍隊を建設するとも記し、中国共産党2050年頃までにアメリカと並ぶ軍事力を構築する目標を掲げるとしています。2049年と言われてますけどもね。習氏は10月の党大会の活動報告で一流の軍隊建設を加速せよ、こういうふうに号令をかけたといいます。中国のこの軍拡の動き、まあ、ただそのじゃあ兵器がみんな最新式かというとそうでもないみたいな指摘もありますね。そうですね、やっぱりあれだけ図体がでかいですから、全部末端まで行き渡るということは難しいとは思うんですよ。ですから、やっぱり派手に見せるところと、やっぱり実際の兵隊さんが使ってる多くの兵器ってやっぱりズレは当然あると思うんですよね。ただどちらにしてもやっぱり今年の2月にやっぱりプーチンがウクライナに攻め込んじゃって、これはその時みんな誰もが常識で考えたらありえないのって言ってたことを、しかも国連の安保理の常任理事国がやっちゃって、ってことはこれからも何でもありだと考えなきゃいけないん で、はい、で彼らがやっぱり軍拡をしていけば当然そこで暴発ということは、現場の暴発ということは十分ありえますから、やっぱり我々はそれに備えなきゃダメですよね。日本もですね、その危機感はやっぱりもういつ何が起こってもおかしくないということを考えてやっていかないと、はい、少なくとも TikTok とかあの辺はやっぱりちょっとアメリカで制約が、ね、あるから、はい、日本でもやっぱりその辺ちょっと真面目に考えた方がいいんじゃないですか。はい、続いてはこちら。朝日新聞デジタル。イラン南部でテロ、15人死亡、 IS が犯行声明。イラン南部シラーズで26日イスラム教シーア派の聖廟が何者かに襲撃され、国営テレビによると少なくとも15人が死亡しました。 AFP 通信は過激派組織 IS イスラム国、こちらがですね、イスラミックステートがですね、犯行声明を出したと報じています。武装した何者かが廟内にこの侵入して参拝に訪れていた人たちを次々に銃撃したといいます。内務大臣はテロと断定、死者には女性や子供も含まれ負傷者も多数いるといいます。犯人は外国人とみられ、ライシ大統領は必ず報いを受けさせると述べました。 IS めぐってはですね、イラク政府が2017年末掃討を終えたと宣言しましたが、今回起きた、まあ、このテロ、 IS 犯行声明を出したということなんですが、これは内藤さんはどうご覧になりますか。ですね、これ実は IS の、まあ、テロというふうなイスラム国系のテロということももちろん大事なんですが、重要な問題ではあるんですが、ちょっとですね、タイミングが非常に重要なんですね。っていうのは実はイラン、ここ一月くらいの最大の問題は、9月16日にクルド系 のマフサアミニさんっていうですね、女性がヒジャブっていうのは髪の毛を覆うのの被り方が悪くて前髪が出てたと言って、宗教警察、道徳警察に逮捕されて、まあ、結果的に死亡した事件があると。で、これ以降その、まあ、抗議行動が、いわゆる全土に広がっていて、で、それでデモ隊なんかも、盛んに行われてたということがあるわけですけれども、実はですね、イランに限らずイスラム世界というのは40日間という、日本だと49日ですけれども、40日というのが追悼のその区切りの日付なんですね。で、実はこの10月25日6日というのが、はい、この40日目に当たるんですよ。はあ。それで実は昨日はこのシーラーズはイランの南部なんですけれども、このマフサさんクルド系の方なので、イランの西北部のご出身の方なんですけれども、その彼女の出身地ではですね、1万人集まった追悼集会みたいな、追悼のそのまあ式典みたいなのが行われてまして、はい、でそこにですね、治安部隊と衝突が起きまして、
一部の報道だと、かなりな、負傷者が出たと。で、逮捕されたの、数十人逮捕されたと、かなり騒乱状態になってるんですね。で、今回それで、こういう、テロ、これはそのマフサさんの事件と直接の関係があるかどうかまだわかりませんけれども、ただここでそういうその追悼をやってるときに、治安警察がやって、死者が出たりするとですね、今度またその40日後にその犠牲者の追悼が起こると。で、今回のそのまあシーラーズの、これは死者チェラーグ病っていうですね、結構シーア派のそのイマームの弟さん、まあイマームの血縁の方の、旧世紀の亡くなった方のその病があるところで、はい、14世紀に非常にもともとシンプルな病だったんですけども、ここはガラスでキラキラにしちゃって、で、その光の病みたいな形になってるんですけれども、そこでですね、こうやって、犠牲者が、少なくとも今16人と言われてるわけですよね。はい、で、亡くなると、この方の追悼というのが40日後に集まると。で、そこでやっぱり多くの人が集まると、今こういう形でイラン経済的に非常にそのやばくなっちゃって、ロシアにドローン撃ったりなんかして国際的な締め付けもあって、国内の経済はメタメタと。はい、で、マフサさんの問題で宗教警察に対する不満というのは爆発してると、はい、そこにですね、やっぱり40日後にまた人が集まると、はい、これがまたイランの体制にとって不安要因になるわけです。で、実はこの40日後のその40日ごとの追悼っていうのが、イラン79年に今の革命起きましたけども、革命の1年前に78年に、やっぱりホメイニを誹謗中傷する記事が出たことに対して、コムという宗教都市ですね、法学者が勉強している大学町なんかでデモが起きて、そこの犠牲者の追悼が40日後にあって、それを治安部隊が鎮圧して、また犠牲者があって40日ごとに、それをどんどん拡大していって最後王政が倒れたという、そういうことだったんですね。ですから、ちょうど40日後に起きて、そうするとまた40日後にまた今度はそのいろんな不満を持った中で人々が集まって不安を異変化するということになると、これでイランの場合、国民の 90% がシーア派のイスラム教徒ですから、はい、いきなりイスラム教育体制が全面的に倒れるかどうかは別として、ただ、今のその体制といったものが大幅なその変容なり譲歩なりを迫られるという形で、かなりその根本的な見直しを迫られる方向に行く可能性はあるんですね。少なくとも今後また40日後に不安定要因が起こる、不安な事態が起こるということは十分考えられるので、結構これ単なるテロ事件というだけでは済まない、イランの体制に実はちょっとダメージ与えかねないふうに思ってますけれども。はい。時刻7時33分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。朝日新聞からです。世界各地でオミクロン株の派生系統が確認されています。国立感染症研究所によると、9月に新しく見つかった2種類をはじめ、今後の広がりが懸念される派生系統がいくつもある状態だといいます。で、9月にナイジェリアで見つかった BQ1、 これはイギリスやフランスといったヨーロッパを中心に増えているといいます。ワクチンや感染で得た免疫の一部が効きにくいとみられています。このどうしてかというと、変異をこの獲得したということなんですね、ウイルスがですね。で、イギリスでは感染者のうち BQ1 などが 18% といいます。で、9月にシンガポールで確認されたのが、2つの変異体の遺伝子が混ざった組み換え体と呼ばれる XBB とされるもの。シンガポールでは感染者のこの半数を占めて、バングラデシュでも増加傾向、他の系統よりも広がりやすい可能性が指摘されています。また新たな変種も出てきていると。で、この免疫を逃れやすいですね、免れやすいこの変異体が複数流行しつつあるために、今後各国そして各地域のワクチンの接種、自然感染の状況によって異なるものが流行するようになるかもしれない。こういうふうに厚生労働省の専門家組織も見解をまとめているということなんですね。これ内藤さん、やはりこの、ね、ウイルスはウイルスで変異していくんですもんね。ねえ、彼らって言っていいのか分かりませんけれども、はい、あちらはあちらで生き残らないとしょうがないっていうのがあるんですが、ただね、これやっぱ困っちゃいますよね、とは言っても、はい、
僕これ全くの素人考えなんですけれども、全くのゼロだった時と比べてやっぱりそれは蓄積があるわけですよね、はい、変異株に対する対応というのは、ですからやっぱりその知見を生かしてですね、やっぱり早め早めに、対応ということをやっていくしかないでしょうね。そうですね、これね、やっぱりそれこそ、マスクなんかもやっぱり表の、ね、屋根のないところは外すにしてもやっぱり電車の中とかそういうところではマスクだったり、はい、あるいは手洗いだったりってこれやっぱり励行していくしかないですね。そうですね、この、ね、おはようテラちゃんは各国とつないで5時台にいろいろお話聞いて、チェックするようにしてますけれども、やはり各国まだマスク、ある程度例えば病院だとかそういったところは最低限やってますね。あ、でしょうね、はい、もうね、なんか全部取れちゃったんじゃないのって思っていると、外はもちろん取れてます、あとかなりの部分では取れてるとはいうものの、しかるべきところではやっぱりマスクはしてるようですからね。やっぱりその辺メリハリだと思いますよ、やっぱり24時間してろっていうのはそれは無理ですから、はい、外せるところは外すけれども、すべきところはするっていう、当たり前は当たり前だと思いますが、はい、でもこれやはりこのワクチンといたちごっこみたいな感じになってくんですかね。今日本だってね、オミクロン株対応ってワクチンが出てもう打てますよなんて言ってますけどね、でも逆に今度だんだんインフルエンザみたいになってくるんですかね。そうかもしれないですね。かかる確率から言ったらやっぱりそれほどね、それなりに流行するとは言ってもみんながみんなってことはありませんから、やっぱりインフルエンザの例に習うっていうことなのかなっていうイメージを持ってるんですが、はい、我々忘れちゃいけないのはまずはそのね、重症化しないためにはどうすればいいのかとか、重症化しやすい方が誰なのかってところは忘れないようにしてですね、冷静に対処していくしかないですものね、これね、はい、はい、時刻7時38分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。日経新聞から、創造性や探求心を養うための起業家教育が、業を起こすですね、起業家教育が小中高校段階から強化されるという記事、これまでは大学生向けが中心だったんですが、海外と比べて起業の動きというのは低調です。文科省はイノベーションの担い手の育成に向け、支援事業の対象を2023年度から小中高校生へ拡大します。で、早期の起業家教育が定着する上で学校現場の認識のばらつきが課題となります。起業には、社会課題のですね、この解決ですとか経済成長が期待されます。国は起業家増やすために主に大学生を対象に2000年代から資金支援、あと教育に力を入れてきました。企業に関する講座や研修、民間企業との連携プログラム通じて人材育成に取り組む大学への助成、これが事業の中心です。で、取り組みがきっかけとなり誕生したスタートアップ企業、これも少なくないと言います。ただ国際的には企業の動き活発とは言えません。文科省も低年齢からの起業家教育に活路を求めて2023年度から小中高校生向けのカリキュラム、この開発を促すとしています。当面授業には組み込まず、大学や自治体が担い手となり希望者参加型のセミナーですとか体験プログラムを提供する想定だということなんですが、内藤さん、この起業家教育が小中高校団体から強化されるという、こういう動きですが、これいかがでしょうか。ですから、いわゆるそのそこそこの規模の会社に勤めなくても自分で、僕には自営でやっていく人たちを増やすっていうのは、それは結構なことだと思うんですが、だからこの中身ですよね、問題なのは。例えばお役所の方だとかそういうところでやってる方っていうのはご自身でご商売やったことないので、どうしても机上の空論っぽいことになるじゃないですか、はい、で、例えば本当にもっと実務的に会社の登記はどうやってやればいいのかとか、帳簿の読み方はどうやったらいいのかっていうことを例えば教えるとか、あるいはもっと言っちゃうと、実は個人的には起業家もそうなんですけれども、職人さんですよね、はい、やっぱり日本のものづくりで特にその伝統的な産業なんかの職人さんがやっぱり後継者不足ということが盛んに言われてるじゃないですか、でそういったところにやっぱりいわゆる
学校のその試験のお勉強興味はないけれども、はい、やっぱり興味を持ってくださる若い方がいれば、ある程度そういう人たちにそのやっぱりその修行させる場、はい、そういったものを設けて、その人たちが将来的にビジネスにつながるような環境を作ってあげるっていうのはいいと思うんですよ。ただあとはやっぱりその起業するためにはやっぱり起業しやすい環境を学校だけじゃなくてですね、はい、社会全体で作んないといけないんで、はい、例えばやっぱり金融機関からやっぱりお金借りやすくする、はい、あるいはその税金なんか上げないでですね投資をしやすくするとか、はい、そういうこと全部含めないで、ただ単になんかある専門家を呼んできてお話入るというだけだとちょっと寂しいですね。はい、まあ、おそらく小学生、これ専門家が言ってますけれども、例えばその学校の中の問題何があるかなみたいな、そういったところから始めるようではあるんですけどもね、なんかちょっとずれてる気がしますね。あ、はい、それだったらむしろ例えばいろんな仕事っていうか、まあ、職人さんのところなんかを見せてですね、そこに興味を持たせるきっかけを、作ってあげる方がいいような気が私は個人的にはするんですが、はい、今朝のコメンテーターは内藤陽介さんでした。内藤さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。